中国で論議を呼んでいる動画。ホテルの従業員が宿泊を拒否した理由は客が日本人だったから。現地のメディアによると騒動の舞台は中国南西部の雲南省にあるホテル。今月6日、中国人の女性が日本人と一緒にチェックインしようとしました。しかし、ホテル側がこれを拒否。その様子を撮影した動画が SNS 上で拡散されたのです。このホテルのルールは全てホームページに書いてある。どんな国の客でも宿泊できますと書いてありますよね。我々のホテルは日本人をお断りします。動画の最後で聞こえるのはサイレンのような館内警報。その後動画が拡散されるとホテルの前には受付の職員の対応を称賛して花束や花輪が次々と届けられる事態になりました。今回の宿泊拒否騒動があった雲南省の東昌市は日中戦争で旧日本軍と中国軍の激しい戦闘があったことで知られています。こうした背景からか SNS 上には日本人を拒否した中国人の従業員の対応を称賛するコメントが相次ぎました。国民の深い憎しみは決して忘れられません。愛国行動を支持し、このホテルを支持し、日本を拒否しよう。その一方で、過激な反日投稿やホテル側の対応に対し、否定的な意見も同じくらい投稿されています。長い間にわたるヘイト教育とプロパガンダの結果は、このような反知性的な愚か者を生み出すに違いない。なぜ中国にはバカが多いのか。中国の SNS などで大きく拡散され問題になってしまった理由について専門家に聞くと、動画を録画してそれを SNS 上にアップして、中国国内の愛国青年ナショナリストの人たちが日本人に対していじめでくれたもんだから、大喜びしていて、それがどん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 拡散されて、中国社会全体でそういうナショナリズムのその空気感というのが漂ってるから、それにたまたま偶然でその火がついてしまったというのが問題だと思います。日本人を拒否した理由を聞くために騒動があったホテルに電話をしてみると、您这边您知道就是当时是出于什么原因是拒绝他们日本人入住的呀？それについては私もよくわかりません。あの日私は当直ではなかったのでよく知りません。このホテルは香港、台湾、マカオの方しか宿泊できません。ホテル側はこう話しますが、中国政府は今年7月。外国人の宿泊を拒んではいけないなどとする通知を出しています。不管就是几星级的，也不管您这边，是不是有这个资质，就是外国人是都可以接待的。就是酒店这边有没有收到的？忙しいので少々お待ちください。突然電話は切られてしまいました。政府からの通知があるにもかかわらず。このホテルの一部の予約サイトには、日本人は宿泊できないと明記されています。